DJ シャドウ、DJ シャドウと彼を呼ぶ人もいる。1973年1月1日にアメリカカリフォルニア州ヘイワードに生まれた。彼はティーンネージ時代をカリフォルニア州北部にあるサンフランシスコ等を含むベエリアと呼ばれる地域のデイビス・ディビスで過ごし、地元の公共ラジオ局 KDVS にて DJ 活動を行う。大学時代に そこで出会った仲間ブラックリショス、ディリックスボンラとレーベルソサイズを設立し、1991年にミックステープリ e c o n s t クテッドフロムザグラ the g r o をリリースした。また、同じ年にライ・ファー・ S グループと一緒に出した初レコードシングル S ソン4ザリアルディールはプロモーションオンリーということで、そのオリジナル版は約800枚しか存在しないため、 最も人気の高い入手困難なレコードの一つとされている。ゆえにこのレコード版にはブートレックが出回っており、エースワンダー、エースワンダー手書きのリリース用フライヤーのついているものが本物とされている。その後、イギリスのジェームズ・ラベルが率いるレーベルもワックスと契約を結び、シングル、イン、フラックスを発表。この作品は、その後 UK を中心に展開する。 トリップホップの最初の作品と目された。同じく93年には、自身のレーベルから、アジアボーン、あとのリリックスボーンと共に限定プレス、ソルサイズ、SSLH をリリースし、AA サイドに入れられたシャドウのエントロピーは、オールドスクールを、はじめ様々な音楽を聴くことで培ってきた、彼自身のヒップホップを、続々形にし、アブストラクトヒップホップと呼ばれる。 サウンドの宣伝をとる。翌年94年には、シングル、ロストファウンドを、同じもう、ワックスレーベル仲間の日本人、アーティスト、DJ、クラッシュのシングル、ケムリと同じ十二レコードに盛り込み、発表。その後も、もうワックスやソルサイズから、シングルやコンピシューを出し続ける。1996年には、最初のソロアルバム、エンドトラデューシング、 を世に送り出した。シャドウは92年に買った赤い精鋭 MPC60 と後に入手した MPC3000 同ソフトとテクニックス製のターンテーブルしてミキサーのみを用いてこのアルバムを作り込みあらゆるジャンルの音楽を取り入れながらも全くのオリジナルのフィールドを開拓したとして90年代に発表された多くの作品の中でも音楽史に残るアルバムとして高い評価を受け ヒップホップクラシックとしても認知されている。このアルバムのトラックのほとんどは、今はもうオーナーが亡くなったことにより閉鎖されてしまった、彼の行きつけのレコード屋の地下室、映画、スクラッチ・ザ・ムービーに出てくる、ニア、誇りまみれの50万枚以上の中古レコードの山から、丹念にネタを選び出し、掘り出し物のサンプルを何層にも重ねて編集されて、作られたものである。 またこの作品は2001年にギネスワールドレコーズにファーストコンプリートリーサンプルドアルバムとして記録された。活動はソロだけにとどまることなく、ダンザ・オータメイターとはドクター・オクタガニやハンサム・ボーイ・モデリング・スクールとして作品を残し、DJ ・キューバートとはミックスシングルキャメル・ボブ・スレッドレースを発表し、他にも ソルサイズのメンバーらの作品にトラックを提供したり、モーワックスのニオラとコラボレーションを行った。中でも98年にジェームズ・ラベルと組んだユニット、アンクルのアルバム、サイエンス・フィクションは、レディオヘッドのボーカルトム・ヨーク、ビースティ・ボーイズのミケ・ディー、ザ・バーブのリチャード・アシュクロフトといった国際的なアーティストたちが参加したとして、発売前後は話題になったものの、 評判は個人によって随分と差が出たものになった。同じ年にメジャーレーベルに移籍する際、もうワックスから発表した作品をまとめたアルバム、プリエンプテブストライクを出し、ある意味ベストアルバムとも言える。このコンピレーションは、新しい作品を載せたアルバムではないにしろ、What ダズ、like ・ユ s アソール Soul l といった4部からなる。 バラバラであったトラックをまとめたりし、一つの大きな流れのあるアルバムとして、彼のアルバムの中でも、最も人気の高いものの一つとなっている。1999年友人であり、プロデューサーでもあるカット、ケミストと共に、7インチのアメリカンファンクレコードだけで作り上げられた、ブレインフリーズは、サンフランシスコで行ったライブの練習を録音した、もので、 パンクコレクターシーンに衝撃を与えた。2001年にも二人で7インチレコードのみを用いたプロダクトプレイスメントを発表し、このツアーで来日した際見事にライブでプレイした。自身のレーベルソルサイズは2000年にクワムという名に変わり、それまでのレーベルでの作品をまとめたソルサイズグレイテストバンプスをシャドウは自身の作品を含みプロデューサーとして また、ミキサーと発表した。2002年 MCA レコードから、ソロアルバムとしては2作目の、ザ・プライベート・プレスを出した。何よりも、エンターテイニングなレコードにしたかったという、この作品は2000年8月から2001年12月の間に作られ、自分の哲学は、リリースするものすべてを、前のと違うものにすこと。エンド・トラデューシングとの共通点は、自分のレーベルクワナム。 ソルサイズの仲間であるラティフが一曲で MC をしていることとサンプリングをベースにしていることだけだ。とコメントし、ファーストアルバムの続編ではないという印象を与えた。前作とは多少異なる、このアルバムは新たなリスナーを得ることになる。また、日本版としてリミックスアルバムザ・プライベート・リプレスも出した。2004年にはロンドンは、 ブリックストンアカデミーで行われたワールドツアーのライブを収めたインチューンオンタイムを DVD とライブ LPCD として出し生ドラマーとのターンテブリストとの共演で作られた K ピンチ目ザリミキシーズにも曲を提供した2005年にはファーストアルバムエンドトラデューシングに収められなかった別トラック等の入った CD イクセシブ・イフェマラを含む レトラデューシングデラックスエディションを MCA よりリリース。同年、ブランド会社オベイトのコラボレーションで T シャツ等を作り、同時にミックス CD ファンキースカンクを発売した。この作品は次のソロアルバムの方向性を垣間見ることができる。またシャドウはスクルハウスファンク、スクルハウスファンク2といったコンピレーションを通して、 ハイスクールマーチングバンドファンクというジャンルを取り上げ、過去の音楽財産を新しい音楽のために世に出すという、彼らしい音楽活動も行っている。2006年、サードとなるソロアルバム、ザ・アウトサイダーを発表。全2作とは大きく異なる作品であり、自身も、多分、みんなは、あいつ昔と何かが変わったなと思っているだろうね、とコントしている。前作発表後、 人生観を変える出来事があり、そのことが大きく影響しているとしている。一つは、彼の妻が三連に双子を妊娠した、際、単重網膜単葉膜胎板という、雷に耐える確率の方が4倍高いと言われる症状であることが判明。子宮の中で双子が同じ葉膜の中で発育していくという症状で、母子供に生存しない可能性が高いとのことだった。 夫妻は何ヶ月間も悩み苦しんだが、無事出産でき、現在は健康な双子の娘と共に暮らしている。もう一つの出来事は、ロンドンでザ・アウトサイダーの制作中、レコーディングからタクシーでシニア帰宅した際、タクシーの運転手がハンドルを握りながら居眠り、してしまい、赤信号を無視したまま走り続け、タクシーはワンボックスカーと衝突。 奇跡的に怪我人はいなかったが、一秒遅れていれば、死亡していたかもしれないという恐怖を体験をする。以後、人生が短いということに気づいただけではなく、いつでも死ぬ可能性があることが分かったんだ。だから、自分がやりたいことをやるしかないと心に決めた。と、インタビューでは答えている。ほとんどのトラックでボーカルをフィーチャーし、完全なヒップホップ曲の多い、このアルバムを通して彼は、 一部のそれまでのファンを失うとともに新しいのリスナーを得ることとなった。グラウンドアップ12楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。